回はお手紙、このような便箋のハートの折り方をご紹介します。お手紙を書いた時に普通に四角に折りたたむのではなくて、このようにハートの形に折って渡すと気が利いていて喜ばれると思います。便箋でなくても長方形の紙でしたら同じように折ることができますので、いろいろ活用してみてください。では早速作っていきます。白い紙だとちょっと分かりにくいので、便箋と同じサイズに切り取ったこちらの紙で折り方をご紹介していきます。まず手紙を書いた、文字を書いた面を上に置いて半分に折ります。縦に半分に折ります。開きます。そして上の縁をそれぞれ右左に合わせて折り目をつけます。まずこちら側に折って、このように縁がぴったり合うようにして折り目をつけます。開きます。反対側にも折ります。こちらも縁と縁をぴったり合わせて折ります。開きます。一度裏返します。そして上の縁がここの折り筋の角に合うように、この角が折り筋の角に合うように折り下げます。ちょうどこの三角形のここの交わっている部分で折り下がっている感じになります。開いてまたこのお手紙が書いてある方の面を上に置いて、今ついている折り筋通りにそのまま折りたたむと、このように三角形になるように折りたためてきます。次はここの下の縁がそれぞれ中心の折り目に合うように折り上げます。次は縁がそれぞれ中心に合うように折ります。ちょうどここの角から内側に折って、ここの縁とここの縁がぴったり合う感じで中心に合わせて折ります。こちらも同じように中心に合わせて折ります。そしてここの縁と縁がぴったり合う感じになります。裏返します。このように平らな面を上に置いたら、下の縁がこの角に合うように折り上げます。
次はこの角と角を結ぶ線で三角形を下に折り下げます。このように三角形をまっすぐ下に折り下げます。次は下の縁がそれぞれ中心に合うように折り上げます。このように折り上げます。次はこの三角形の下がこのようにポケットのように中が開きますが、このポケットの中にこの下の角を入れ込みます。このように挟み込んでいきます。こちらも同じように三角形の間のポケットに角を挟み込みます。次は上の角、この角をこの中心のところから斜め下にこのように折り下げてきて、この時の角度はちょうどここの交わっているところ、縁と縁が交わっているところより少し外側、このぐらいで位置を決めております。こちらも同じように下に折り下げます。ここの交わっている角より少し外になるぐらいのところで折ります。次はここの縁の間もちょうどこのようにポケット状に隙間が空いていますが、ここの隙間にこの角をこのように入れておきます。このように挟み込みます。こちらも同じようにここにあるポケット、ここのポケットにこの角の先端を入れて挟み込みます。これでハートの出来上がりです。覚えておくととても便利だと思うので、ぜひ皆さん作ってみてください。最初に見本でお見せしたのはこのように白いハートで、真っ白の便箋で折るとこのような感じになりましたが、柄のついている便箋で折るととても可愛いハートが出来上がると思います。便箋の模様によってこのようにいろいろな可愛いハートになるので、皆さん可愛い便箋を使ったらぜひこのようにハートに折って渡してみてください。お手紙の便箋だけでなく長方形の紙でしたらどんなサイズでも同じように折ることができますので、ぜひいろいろな紙で折ってみてください。このハート可愛いなと思ってくれたら、ぜひ下のいいねボタン押していってくださいね。